俺の名前は霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。本名と同じくらい、いやそれ以上に。又翻嚟玩 SAO 啦！之前大家睇完呢个试玩，觉得点呢？咁我哋就要真正开始游戏啦。今となっては価値を持つ名前、キリト。こう呼ばれることがとても自然になった。そう、2年前のあの事件から。嗱，睇嚟咧，又要由 SAO 开始讲起啊！咁大家都知道发生咗咩事噶啦。VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた。Sword Art Online。ソードアートオンライン。ソードアートオンライン。それは五感をすべてシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし、開発統括の茅場明彦は、1万人という膨大なプレイヤーをゲームからログアウトできないようにした。はい、そうやね。ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール現実の死という絶対的なルールのもとで。但是貌長精言呢，都令到呢、這個虛擬世界呢有無限嘅可能性。プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。嗱，而同人咧就係實現咗呢個無限嘅可能性啦，完全攻略咗呢只 game 嘅玩家。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだったものは、施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後、ようやく退院することとなった。新エリアに上陸したわけだけど、さて、これからどうしようか。呢个时候梗系周围行下先啦。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど。何かいいクエストはありますかね。それなら持ってこいのやつがあるわよ。例如ね、手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。初次任務不会難到去边嘅。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ。フィールドに出て天衣門から北東にあるダンジョンともう一つあるみたいだ。それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。こんな好嘢嘅喂。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。好啦，出发啦。さて、こっちのパーティーの目的地は天衣門から北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。パーティー編成は宿屋グリーンカムビ、金冠のオンドリ亭でできますよ。早速行ってみましょう。金冠公鸡亭。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。咁即系话可以一个人去啦，或者一次就带两个出去，系咪？編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ？バトルには参加できませんが、一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは、毎回この宿屋で行うシステムになっています。嗱，我觉得呢个就唔好啦，因为咧。其实佢哋都随行，点解我哋唔可以即时换人出去，而要翻去旅馆度编辑咧？呢个系统我觉得要改善下。今回パパが編成できるのはパパとマ
様、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。好啦，我哋埋去咧編輯下先，咁就我哋一定要出場啦。第二個 partner 咧，當然要帶阿斯娜啦。我諗自己老婆嚟，咁唔帶佢帶邊個係咪先？咁跟住咧，嗱呢兩個就難講啲啦。嗱，首先咧 ，Liva 我哋個妹啦，咁我作為一個妹控嘅人啦，咁我就好想帶 Liva 嘅。但人气嚟讲咧，斯隆会人气高啲，大家想我带边个？不过咧，斯隆赢咗，因为我中意佢对猫耳，所以我带斯隆出去。耶！これでいいか？バッチリです。準備ができたら天衣門から出発しましょう。あ、行こうか。出发。好啦，出去先啦，而家。哇，咁多个点咧，咁我要行去边个度？有冇地图可以揿啊？揿下先，冇嘅。Start， 诶，有啦。嗱，咁而家咧就有四个点嘅，咁我就咁我就求其去一个先啦。ここはエインヘリアル。勇者の魂が集う酒場です。休憩できるだけじゃなくクエストを受注することもできます。咁啱啱开始咧，应该就系我熟习咗啲位置啦，睇下究竟要去边度接任务啊之类啦。武器の作成やアイテムの買い取りを行っています。でも今は調整中で入れないみたいです。嗱，睇嚟呢度咧，迟啲就会系李斯嘅工房嘅。好，我哋去埋另外嗰两个黄点先。哇，呢个城镇都几大噶，同埋都唔使话点捞啦，咁就同虚空段章好唔同吓。ここはグリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族の領主の会合などで使われています。頭先我就工会嘅地方。この先は居住区です。特に用事はありませんね。喂，冇特别嘢，你叫我过嚟做咩啊？好，睇完晒之后咧，我哋就要去传送门嗰边。嚟到啦！冒険に出かけますか？当然啦。腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげるよ。点会调翻转要リーファ保护噶？遠距離攻撃は任せて。过去先。我有冇记错？系咪一出去就要去东南面呢？不过有指示嘅，应该唔会迷路嘅。さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。好啦，我哋而家咧就要去东北方啦。咦，我系咪有信啊？点样睇信噶？睇下先。message 系啦，有信啦。同人梗系唔会点变啦，佢哋系咁样噶嘛，一身黑系同人嘅造型。嗱，咁都系见到有怪咧就可以。喂，你哋唔使过去，唔使过去，我哋去做任务吓，唔好多事。好，差唔多到啦。この扉
魔法で封印されてるみたいだね。咁点入去啊？ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃ先に進めないわ。用魔法打烂佢。となるとおそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど。ここに不自然に穴が開いてる。摆翻个砖落去系嘛？石板か何かを収めるのかしら。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんな、ちょっとこれを見てくれ。え？揾到啦！我以为要我揾添。何か書いてあるよ。通るのこっち？あ、さっき移動してる時に。この先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。有農場吗？きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケー。好啦，咁我哋咧就去阿雷神索尔嘅耕地嗰度啦。其实咧呢个地图可唔可以放大？吓？嗱，睇下先，睇下地图咧，就喺呢个山嘅背面嘅。咁山嘅背面就好死嘅啫，飞过去啦。我要熟习下点样飞先啊！如果唔系咧，一阵，见到啦，见到啦。哇，咁多嘢嘅喂，系咪要打晒佢啊？好渣嘅啫，我記得呢啲。死！靠你哋啦！我而家佢打其他啦。哇，咁大隻嘅喂，好襟隻喎，仲俾個超俾你嘆下。哇，仲有啲咧，哇，仲有冇？仲有冇？好唔惯吓。哇，其实滞空咗都几好喎，系嘛？咁因为一开始咧，我都冇乜技能嘅关系咧，咁都我系咪俾人打中咗？点解跌咗落嚟嘅？好，应该差唔多啦。咦，同埋大家有冇发觉啊？当你打伤只嘢嘅时候咧，系佢身上面会有伤痕噶。嗱，先飞起。喂，搞错啊！我都未熟习，你又同我打晒佢。全部倒したな。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらやばかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。但呢种打法我几开心。面白いじゃない。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ。純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。はあ、有啲咁嘅事？唔系你玩先嘅咩？ああ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃。お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。ああ、アルブヘイムオンラインだな。通称 ALO。空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そ
そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人結城アスナ、彼女とは SAO の中で出会った。嗱，咁其實咧對SAO 唔太認識嘅人咧，玩呢隻 game 都冇乜問題嘅，因為佢都幾多嘢交代咗，我覺得都幾好嘅。様々な出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、咁當然啦。深い絆で繋がれた。咁當然啦，如果大家有興趣玩而你之前未接觸過 SAO 嘅話咧，我強烈建議你話睇翻第一集發生過咩事，因為非常之好睇啊，真係。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だった。新嘅角色出現啦。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながらその天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し。我有个问题啊。啊，同人哋呢个后宫收集者咧，呢位新 NPC 得12岁，如果你纳佢入后宫嘅话，呢只 game 会唔出得街？アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。睇嚟呢个设定咧，佢会同阿同人几夹噶吓。よく知ってるね。嗱，因为阿同人咧就喺故事入边有交代，出咗嚟之后咧就好致力去研究呢样嘢，目的咧就系将阿杰伊咧带嚟现实世界可以一齐生活嘅。咁睇嚟咧，阿同人就喺呢个时候咧就已经留意到呢个新嘅角色。佢12岁咋，你唔好咁过分啦。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して。VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。你仲系人嚟啊？咁细个。それでね、VR MMO の中でアイドル活動してるんだって。SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど。乜リーファーに系咁怕丑嘅咩？12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。睇嚟佢万能喎。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし。種族同士の争いを止め、和平の道へと誘うって書かれてる。七彩歌姬、你估你系跟登斯格拉斯咩？ALOってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。其实咧，我打机咧 ，online game 嚟讲，我都唔中意玩 PK 嘅。但系唔知点解好多人中意咧玩呢一种 PK 赛咯。VR MMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。咦？喂，咁而家点啊？咩先咩先？我可以翻过去啦。飞过去先，咁样快啲。咦？做咩咧？プレイ。哎呀 ，sorry 啊。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。ああ、他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。早く行こう。
行っちゃったね。あいつらあの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの、腕に覚えがある奴らだと思う。应该は同你哋差不多嘅啫。もしかすると私たちのライバルになるかもね。一体どこのギルドだったんだろう。さて私たちもクエスト進めようよ。ああ、そうだな。好啦，我哋都进行任务啦，飞去目的地先。ここで何かヒントが見つかるといいよね。なあ、片っ端から調べてみるか。好，落地下先。え？有报箱，有报箱。跟住咧，揾个感叹号吓，感叹号呢度。咦喂？長い間人が住んでいないみたいで、あちこち傷んでますね。跟住仲有一个喺边度咧？多揾揾下。咦，正门。鍵がかかっていて開きませんね。咁点啊？其实咧，我哋已经睇咗嗰度有啲光点啊，不如咧冲过去揿下先。耶，执到嘢。まだまだいけそうだな。喂，你哋自己揾嘢打都有嘅。搞掂，好啦，你哋唔好再聊事斗非啦，乖啦，我都叫你哋唔好聊事斗非喎。哎呀，咦，点解有啲？得啦得啦，唔使 lock 啦。喂，点样解 lock 噶 ？OK 啦，冇事啦。哦，鍵があったぞ。咦，咁可以入去咯？これで建物の中に入れるわね。キリト君、早く開けてみてよ。ああ、わかった。睇下先啦。え、我以为要行嘅添。どうやら建物の中にモンスターはいないようだな。应该要去揾嚿砖嘅，系咪咧？ほら見て、あそこにあるのって石板じゃない？お、早速見つけたか。ん？でもこれ岩の扉にあった穴より随分小さくないか。你浸下水先啦，可能海绵嚟嘅咧，浸完就会发胀嘅。嗯，半分くらいの大きさだと思う。もしかしてもう半分必要なのかな。ねえねえ、キリト君、向こうに日記が置いてあったよ。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。かなり古びてるけど、どうにか読めそうだ。咁即系咧睇提示啦，去揾埋另一本啦。それじゃあ読んでみるわね。哇！代々伝わる石板を割ってしまった。どうしよう。嗱，呢啲位置咧唔好谂咁多 ，cap 图先，呢个紧要啊。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。咁你就唔好写日记啦。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。即系我哋揾飞龙啦，系嘛？これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか？ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。え、ただ気が過分ね、有結意だ。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。